こんにちは、アナマです。パワープルプレイやっていきます。今回は、噂のコントロール131デッキですね。やっていきたいと思います。進む、善逸、風なぎ、猿、桃屋、ルミナ、で、サポートに、水木ということで、これでコントロールが131、そしてスタミナの上限を無視できる善逸を入れて抑えを作っていこうかなという感じでございます。で、まあ僕の中でも、まあお試しというか半分ネタみたいなところでやっていく形にはなるんですけど、まあさて爆発的に伸びるらしい。まあ4ランク伸びるらしいんで、131にすると。もう本当にこう、過去の116とか、まあ116が過去っていうのもすごいですけどね。とてつもなく伸びるらしいので、ちょっとその辺からね、楽しんでいけたらいいかなって感じです。招きカロバー行きましょう。で、あとは、桃屋の金属は無視してもいいかなっていう風にちょっと思ってます。まあちょっとその辺はなかなかどうしたもんかなみたいなところはありますけど。それかまあマー君とか入れるといいのかもしれないですけどね。とりあえずここは彼女。からの。はい、巨頭。あとは、スタミナキャラ入れてないので、そこもまあどういう影響あるんかな、みたいなとこはありますね。6で一気に進みますか。今回は、同栄入れてないので、こっち方向に6いっぱい進んでも、まあ、黄色の駅がね、ゆかりにはなってないので、その辺は注意は必要ですね。どうしようこれ。変化球踏む？それかまあ、ここでいいか。急行カードで一応ゴール圏内ですね。そして何も来ない。コンボ来ない。コンボないんだよな。コンボないんですよね。多分、うまい感じでゴールできました。危な。そうか、こういう影響もあるのか。コンボがもうないっていう。ゲイ。ナイス。とりあえずこれで199ですね。まあ、桃鉄キャラ一人しか入ってないので、そこの影響もありますね。ゲイ。からの、水木はめちゃくちゃ働いてくれてます。で、エンマ、おーい、入るなや。鹿児島、クソ遠いしね。これカードがないんですよね、向こうまで行く。しかも26か。30じゃねえわ。うん、ここは、桃屋と野球マスクでいいでしょう。カードください。あとは、ぜんざい入れてないので、おしるこ姫のね、出現率も、まあ、そんなに高くはないっていうところが、難しいところかな、という感じですね。あとは、マイベちゃんと走るかな？マジで不安なんだけど。青を踏んでいきますか。これで、まあ、青もそこそこ、回数としては踏んでるので。で、ルミナが、あと1回かな。結構、後イベはね、後イベ2なんで走る。感じかなーっていう感じですね。からの、黄色踏みたいね。ちょっとカードがなさすぎて、前に進めませんって感じ。潜在一軍にする。からの、6か5でちょっと進ませてもらって、桃屋とか踏めると体力的にはいいんですけど。で、次ゴールできれば、まあ、なんとかはなりますね。急行。からの、どれでもいいよな。まあ、一応、これコツが、なんかいろいろもらえたよね。調べてはあるので、どれだっけな。どこやねん。どこやねん。桃屋どこやねん。え、桃屋のイベントないんだけど、どれ？これ？違う。これか。はい。一番下でクイックもらえるのか。低確率ですけど。で、一応ゴールできました。これ 26% なのでさすがに使いましょう。で、300入ってこないぐらいですね。さっき199だったんで。これで大丈夫でしょう。OK。よし。おー、結構入ってくる。4億？え、めっちゃ入ってくるやん。どうしたどうした？なぜそんなに入ってきた？ OK。からの、緊急当番入ってきまして、あと38か。一応潜在一遇で近づけるので、
まあなんかできるっちゃできるんですけど、てってけてー来ないかな。てってけてー狙いでもいいけど、潜在地具使うか、さすがに先にぶっ飛びしましょう。あー大して変わらん。守備でいいかな。それかまあ1でもいいですけど、守備でいいですかね。ポンコツ欲しいけど、ポンコツとかそもそもないよな。そもそもポンコツ多分ないな。はい、これで守備練習踏みます。で、どんなもん。イエローカード。ナイスー。潜在地具やばいね、これ。カラーの秘密兵器。で、30ですね。潜在地具2枚あるから1枚ぐらい使ってもいいけどな。1枚使いますか。残り8。んーで、筋力はさばいて、技術精神はまあ、入ってくるものはそのまま入れさせてもろてっていう感じで。スタミナでいいかな。3がちょっと出にくそうなので、まあ、ゆかり、踏みてえな。踏みてえな。オッケー。まあ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 、いいんじゃないですか。それなりです。うん、4443。ちょっと、桃屋の評価が足りてなくて、ここは書かないので、それが気になるところかな。タラレバカード入りまして。タラレバ。3、おーい。3クレア、強。この守備めっちゃ強いですね。これは踏みたいかな。カロリーバー使います。で、今後作れるキャラいないんだよな。伸ばしちゃっていいか。わーっと、ある程度いっちゃいます。で、踏みましょう。強。2とか出るかな？それが心配なんだけど。で、ルミナはこれで終わりまして。2か。タラレバより急行の方がいいかもしれんけど。まあ、タラレバで出したいよ。ケアぶね。しかもメンタルあるんで、まあ筋力でもいいけど。筋力でもいいが、30マス離れてたんで、それは頭入れたいですね。こんなもん、とりあえず大丈夫でしょう。うん、オッケー。東京欲しいな。オッケー。伸び骨も入る。おお、マジか。マジで東京来たんだけど。ちょっとマジで東京来ると思ってなくて、技術それなりに使っちゃいましたね。こんなもんで、はい。まあ、ゴールできれば大丈夫かな。生き物で。あとは、桃屋が大丈夫かどうかだな。桃屋が若干怪しいですね。黄色を踏んだ方がいいかな。まあ、弱くはないんですけども、これも。黄色にしちゃおうかな。カードがね、なかなか足りないんで。で、打球班と牽制取って、あと、カチューン。緊急登板。200ちょいだからな、やりすぎか。うん、とりあえずこんなもんで止めておいて。980必要なので、技術が。ちょっとあんまり使うとおかしくなりますね。足りるこれ。ちょっと怪しいな。199、ちょっと足りなさそうだな。ちょっと怪しいですね、これ。ちょっとどころか、だいぶ怪しいな。ギリギリ足りるかな。200ちょい。入ってくれるかな、セクニだから。ちょっとわからない。あ、大丈夫です。はい、オッケー、横浜、近場、ナイス。で、はい。あぶねえ、超ギリ。買い占めできました。ありがとうございます。からのゴールドカードで告白しっかり入りましたね。で、これ、あれだよね。なんか犬がどうのこうのやると、入るんよね。なんか。2回目の選択肢で犬。はい。犬。
で、クイック入りました。結構大きいよね、クイック入れてもらえる。からの、なんか捨てるもんないんだけどさ、タラレバー捨てましょう。で、とことん付き合っていいでしょう。まあ、距離近いんでね、多分大丈夫でしょう。ゴールド使います。からの、残り3か。残り3だったらちょっとあれでよかったな。特急する？特急ワンチャンありだけど。特急だと確実にゴールできますね。エンマイル先に。特急すっか。で、はい。OK。よし。ちょっと後継機が来た時に対応できるかは怪しいが。おー、わかない、遠い。潜在地宮で行けますけどね。うん、OK。いいんじゃない？精神買いたかったが、さすがに無理ゲーでしたね。そういう意味では、一旦待ってもよかったんですけど、ちょっと待てる状況じゃなかったんで、まあ、しゃーなしかなっていう感じで。潜在地宮使う？マジ、遠いんよな。マジで超遠いんよな。使った後が大変そうなんだよな。いいか、飛んじゃうか。飛んじゃいましょう。いやー、1とかないんか。どうしよっかなー。1で2枚もらいたかったな。ちょっとルミナー踏みますか。これ結構経験点入ってくると思うので、ゴールできると。なんかその辺も考えたいですね。くびきいらん。うん、いいですね。で、ゴールドカードも入りまして、カード集めてーな。で、クイックももうこれもらってるみたいなんで取っちゃいまして、ゴールはできてないですね。ゴールドカードか。ナックル入れ。まあ、割と使って大丈夫だと思うので、精神。そして超知り合い。5かな？あ、6？ いや。いやー、ユーカリいけねえ。ここで対、残り2か。5だと7になっちゃうんだよね、多分。なので、スタミナかな？うん、スタミナかな。スタミナか、守備ですね。守備かな。次はゴールしたい。お、買ってきますか。いらん。からの、さすがにゴールさせてほしいが。うん、オッケー。で、ゴールできました。で、これかなり経験点入ってくると思うので、まあ、遠かったし、そもそも。さっきのあれが、鹿児島の件があるので真面目にやりましょう。鹿児島のやつはまあ、ちょっと条件がいろいろ特殊だったので、まあ、その辺があれかなという感じですけど、これか。桃鉄キャラ1。桃鉄キャラ1ってマジで点数入んねんだな。これ199ぐらいやったよね。これか。はい、430オールですね。なのでそれくらいは使いましょうという感じですね。まあ、このことがあるからな。さすがにこっち先優先して振った方がいいか。こんなもんで大丈夫か。もうちょっと変化球使いたい感じはありますが、変化もうちょい使いたいな。500450。まあ、大丈夫ですかね。うん、筋力、振るか。OK。ちょっと景気のチェンジがまだ来てないんで、それだけ怖いですね。OK。からの、青森、まあまあ、距離的にはいいとこですね。よし、OK。で、なんか、近いらしい。近いらしい。だいぶ円盤が。OK。で、海岸できました。西へでいいかな。筋力使いますか。青森は、まあ、多分、
そんなに意識しなくても、ある程度ね、大丈夫だと思うんで。そうか、スタミナ踏んなくていいのか、今回。ミシェカードを使います。で、57になりました。これはまあ逆に、てってけ低狙いですね。広島入っとくか？うん、買っちゃいましょう、買えるんで。ちょっと青森分が足んないかもしれんか。で、残り8。休校で一応一発5から4があれば、ある。これは使っちゃって、ゴールに向かいましょう。ちょっと青森の買い占めは厳しそうですが。いけたわ。変化持ってたわ、たまたま。守備かな。はい。よし、いいね。ナイス。これは、ナイスですね。ちょっと進行形が全くないけど。はい。大阪。からの、しっかり変えてますね、物件。いい感じだと思います。物件の買い方だけは。ちょっとそろそろ、マジで景気が変わってもおかしくないので、ちょっとその辺だけ心配ですね。カードいらんしな、これ。カードいらんな。使うか、しょうがねえわ。君らもナイス。あんまり影響ないやつだとね、助かるんで。2枚くんねえかな。絶好調いらん。オッケー。おお、マジ強っ。それは強いですね。絶好調使っちゃうか。ちょっと遠いんだよな、ただ。お、仙台買えるんだけど。買っちゃうか？やば。買い占めのペースすごいね。えぐ。買い占めのペースやばくないこれ。精神もうほぼほぼ完走してんだけど、セクニで。12,520 点。さあ、次行きましょう。特精霊で、今、ちょうどいい感じで、景気悪くなったので、まあ、ゆっくりカード集めますか。ハニー型でもいいなぁ。ただ、ここはカード集めないとマジでやばい。やばいな。やばいな、カード集めないと。うん、あとは、まあ、少しずつこの辺もね、振り始めてバランスを取っていきたいところですね。変化球は、まあ、上げなくて大丈夫なんで。うん、冬眠カード。お、ありがてえ。2枚くれたわ。からの、バレンタイン。彼女がいると回復できるんで助かりますね。で、桃屋は結構有用なコツをたくさんバレンタインでくれるので、伸びもらってるけどもう一個欲しいよ。はい。野球のボールでしっかりもらっておきましょう。33か。めちゃくちゃ遠いんだな。うん、ここも黄色でいいですね。で、2枚もらえるところですと、冬眠させて、あとはこの辺振りながら、まあ、ここのポイントもらいながらですね。変化球ポイントはいらないんで。2枚なんかいいのください。お、イエロー。あはは、オッケーオッケーオッケー。おー、いいですね。ナイス。イエロー、まあ、今いらんけど、とりあえず特性で捨てればいいかな。どうする?1スメで捨てるか。イエロー欲しいしね。ちょっと青がまだ多分止まりきれてないので、その辺も頭には入れないといけないんですけど。公園で技術かな。からの。29か、遠いな。急行特急ですね。特急で18。急行で12。まぁ、ちょっと物件駅には、止まれなさそうですね。なんか青だな。まあ、青止まっときたいな。青でもなんかあんまり強くないな。青あんまり強くないですね。正直。イエローでいいかな、これ。そうか、今不景気だからか。納得。
進むでいいかな。すげえな、マジで経験点えぐい必要なんだけど。お、いやー、ちょ、今新幹線とかいっぱい見えてたのに。からの風なぎが走りまして、これ効かないよね。ほんと、久しぶりだな、風なぎをメインで使うって。効かないよね。効くと伸び骨なのか。あ、違うわ。効かないと伸び骨なんですね。オッケー。間違ってなくてよかった。回復のこともあるな。6、19。どうせ2ターン以上いるな。メンタル1回挟みましょうか。7なんだよな。惜しいですね。そうか、どうせあれでいっぱい入るのか。トラツバで。うん、カードはまあ、それなりに集まったかな。回復もナイスですね。で、場所替え入りました。イエローを捨てるか。もう結構あるよな。オッケー。とりあえず、経済ニュースがいい感じになりまして、頑張りましょう。で、牽制入りました。残り22ですね。6で18進むと、黄色。まあ、特急使いますか。で、6で進みます。うん、残りこれで4。いいんじゃない？お、マジでえぐ。それ、マジで、センスの時に来てくれたら神なんだけどな。センスの時に来てくれたら神なんだけどな。これ30マス離れてて、景気も良くて、トラツは。景気も良くないか。景気は普通か。結構入りそうですね。セクション3だしな。675ですね。結構入るな。675。で、大阪は筋力、確か多めよね。筋力が、800。800、600ね。はい。なので、まあ、ちょっとその辺が残るようにしながら。675か。こんなもん？大丈夫よね、これで。全く問題なく。骨関係はちょっとまだ、全然抑えてはないんですけど、まあ、牛の方はいいかな。はい。で、入りましょう。スタミナでいいか。OK！ いいんじゃない？クナタンコすごい。しかも、トラニツワさんもう一枚残ってますからね。広島、いいとこ。で、しっかりと、買い占めまして、OK！いいね。物件はマジでいい感じだと思うんだけどな。で、便証をもらいます。残り10。死刑。急行でもいけそうだな。岡山買い占めいけますね。ついでだし、寄りますか。オッケー。いいんじゃない？ナイス。はい。怪我しにくさ。ラブパワーいいですね。で、これゴールできなかったので、タラレバ振りまして。うわぁ、これはいけてほしかったな。ここであんまり足踏みしたくないですからね。すげえな、これコントロール。マジでエグい精神も必要やな。うん、剛速球カード。170でワンチャン止めてる説。お、マジ？すごいやん。しかも、170で止めてるんだけど、僕。このためにね。このために止めてたんだけど、本当に来たわ。超強い、これ。で、4。で、これ、好景気になりましたね。691入ります、オールで。691か、やば。精密機械。あと、強心臓取った方がいいか、そろそろ。被る可能性ありますね。で、まあ、691か。なんか、切れ。でいいかな。
あとは手応え、取れないのか。まあ、しょうがねえか。これでいいでしょう。あ、強い。思ったよか強かった。ちょっと漏れますね、変化で。思ったよか強かったですね。オッケー、強っ。ほっ！あー、仙台、さっき言った。からの、しっかり点数入れられまして、からの、場所替えでも OK って感じか。好景気なんで、なんとかゴール決めたいですね。だから俺、場所替えじゃあ追いつかんか。16、そうっすね、場所替えで6出してって感じでも無理なんで、これはもうゴール諦めかもしれないですね。なんかこういうところで道草食ってる感じかな。か、まあ、一応場所替えして、いやー、道草だろうな。まあ、ワンチャン徹底で手狙いですね。そろそろコツ取るか、いろいろ。飲みも3だな。投資。逃げ玉、毒系。緊急当番。手応え、あれだな。手応えは置いとこう。変化点だから。これでいいかな。はい。で、道草で踏みたいので、ちょっと変化点ちょっと使いたい。はい。で、踏みましょう。はい。道草で、買い占め物件、いきます。からの残り15。うん、OK ですね。で、あー、マジでもったいねえなー。うん、青強いですね、これ。残っとってよかったわ。残っとってよかったわ。で、筋力系ですね。これ、レベル2になったんで。進む入れてるとね、どうしてもこの形になるんで。で、結構、困ったな、筋力の処理。割と、たくさんありますね。技術精神の方が今必要かもしれん。普通に技術精神の方が欲しいよ。これ、振りすぎるとおかしなことになるな。131って、やばい必要ですね、やっぱり。それで、青マスも、多分、しっかりと、大丈夫そうですね。で、技術精神だけ、ガン振りして、決算迎えて、そこの点数もらう感じがいいですね。ゴールドカード。で、ああ、京都か。京都今更だもんな。場所替えしましょうか。一応、どうしようかな。新潟ってよりは、カード2枚もらいたい感強い。これ、ガンブリします。やば。重っ。くそ重い。信じられないほど重いんだけど。やば。これはやばい。筋力いらんか。毎玉飛びましょう。これ、えぐいっすね。なかなか。あとは、イベント関連完走してないの気をつけたいですね。ゲイ。ほっ、ぶっ飛び。からの。リトルデビルいらん。まあ、いいでしょ。からの、決算で、まあまあ、それなりの点数入ってきました。2万5000点。まあまあ、出てますね。オッケー。いいよ。よく頑張っとるな、これで。表つキャラ入れてないけど。よくここまで点数出たな。1でいいな。1。あー、ないか。全然1でよかった、ここ。難しい。ぶっ飛びか。毒進めるいらんからな、ぶっちゃけ。黄色いきますか。やばいね。ちょっとここ、メインであげないと、届かんわ。すんげ。すさまじいな、タラレバカード。これちょっと欲しいね。で、コンピューターに今回は任せちゃいます。で、そうですね。まあ、いいかな。よいしょ。ナイス。
はい、が出ました。次、行きましょう。OK ですね。よし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 。からの19オールずつしか入ってない。ちょっと気をつけたい。うん、海岸ですかね。300。そして200。変化の方がいいの。まあ、ここでいいかな。変幻時代。まあ、ちょうどいいかもしんないけどな。査定としては、だいぶ低いので、引き直したいか。おう、いいんじゃない。まあまあまあ、これだったら、許せるでしょう。で、結構遠くから来た気がするので、結構遠くから来た気がするので、それなりにポイント使いたいですね。これでいいか。はい。また変化。はい。OK。いいんじゃない？はい、乱してもよかったな。で、仙台 OK です。ほ、函館、ナイス。いいとこ。うん。ちょっとだけ変化が漏れましたね。物件変えてねえのか。急行で一瞬じゃない？これ。6ありますね。止まるとこもないんで、これはもう急行しましょう。急行。で、一発ゴールで函館解体。函館は、680の400、300ね。680の400、300ね。245か。うん、やっぱ筋力必要なさそうですね。多分。多分。マジで多分って感じだけど。印象も使っていきたいところですが、ひとまずこれでいきます。勢いよいですね。確定して、これで終わりです。うん、守備練習でいいでしょう。はい。OK。いいんじゃない？ナイス。まあ、筋力はこれどうやったって余るでしょう。この感じ。新潟。で、バーッと買いまして。OK。ちょうど次が新潟っていうのもいいですね。からの、強振していきたいわ。いいや、かっこいいよね。間違えらんねんだけど。いいや、かっこいい。はい。OK。新強振道入りました。そしてまた精神ポイントが必要になりました。で、18。閻魔残り15ですね。13か。まあ、どうせゴール、これ頑張ってもあと1回かな。20マス進んじゃいましょうか。うん、どうせこれあと1回だな。っていう感じなんで。12で6でもいいか。の方が多分ゴールはしやすいんじゃないかな。変化3個目覚えんのかこれ結局。これが吉と出るか凶と出るか分かりませんが。はい。うん、残り6。うまいこといきたい。多分これで買い占めができなくなったかな。新潟でも買ってたよな。買ってねえ。変化足んねえ。買ってねえ。まあ、一回ゴールでいいかな。まあ、我慢したら買えるかもしれませんが。ちょっと変化足んねえな。ちょっとこれがあったんでどうしようかなって思ったんですけど。まあまあ、いいでしょう。うん、これ足らんよな。920だったよね。うん、920ですね。やっぱ足んないですね。しょうがない。それで、まあ、行きましょう。高い方を買っていく。で、46。まあ、ワンチャンうまくやれれば。あ、ない。ない。これはもう無理でしょう。あ、筋力ちょっと足んねえのか。横浜寄ってでいいですね。買えるもんで、だんだんバンバン買っていく感じで。で、これで多分経験点ちょっと入ってきて、ワンチャン静岡変えるみたいな流れがいいですね。変えんか、足らんわ。筋力踏んで静岡だったらいける？可能性はありますね。
うん、筋力踏んで500、600点、600点の買えそうですね。そうしましょう。お昼寝使うわ。で、はい。で、次2です。2あるかな？ない。頼む。2。あー、ないんか。ここは2が欲しかったですね。結構ちょっと無理したんで、今。ここ変えないの痛いな。ってことは、ここにガンブリするしかない。筋力いらないんだよな、多分。筋力必要ないですね。ちょっと筋力を入らないようにしながら、かな。コントロール追われてんのか、なんとか。ちょっと精神とかがやばいですね。緩急。精神すごいね、これ。精神は割とすごいことになってますね。なんか骨関係ももうちょっともらいたい感はありますが。カモフラ。限界かな。うん。まあ、こんなもんですかね。クロスファイヤー取って、ジャイロボール取って。いいでしょう。で。はい。うわー、ここ止まりたかったわ、静岡。まあまあ、いいでしょう。で、決算で、わーっと点数入ってきましてからの。オールカンストはしたが、とりあえず、振りたい方向性が、ちょっと分かってないので、現状。仮振りします。まあ多分、全部通るだろうな。精神系ですね。精神は結構しんどそうだな。うん、精神しんどそうなんで、ちょっと精神系を多めに取らせていただいてって感じかな。で、そこで微調整していけばいいですね。了承。うん、本性取り。精神やばいっすね、やっぱ。精神はだいぶ来てますね、これ。うん、こんなもんかな。で、あ、デート一回やってここで連発とかもありか。なんかそういうムーブでもいいかもしんないっすね。ちょっとデートゼロですけど。デートゼロなんで、金とかはもらえないんですけど。そういうムーブもありかなっていう感じ。っていうか、前逸まだ終わってないわ。それ、やべえな。それは、やばいですね。前逸終わってないのか、マジ。前ちゃん大丈夫？終われますか？あ、やばいね。あと2回でしょ、これだって。いや、やっぱ現実的じゃないのかもな。この、マイベーの数、的に。これ前逸完走しないでしょ。んで、8回、まあ、9回でいいか。すげえな、S4 って。初めて見たわ。まあ、そりゃそうか。とりあえず、これでいいかな。んで、行きましょう。はい、が出ました。ということで、無事終わりましたが、前逸があと1回足りませんって感じです。で、スタミナかな？そうか、まあ、これもう、あれですね。進むを切るぐらいやんないと無理なんですね。刀木ちょっと気使って入れたんですけど、あまり機能できなかったですね。この感じだと。筋力バカ余るな。ハイスピン。耐強、毒系、玉持ち。わー、使いたかった。ミナカツ。やば。東大躍動で、あとまあこの辺振ってって、まあちょうどなんですよね、ポイントバランス。こういう感じで整えてたんで、思考のリリーバーがマジでちょうど取れるんですよ。いきますか。はい、が出ました。OK ですね。次行きましょう。で、また、おー、技術半端ねえ。技術半端ねえ。めちゃくちゃ入ってくる。OK。で、ここもサクッていきましょう。
まあ、あとはこの辺と、あとはなんか触れるやつ、特能があれば取っていく感じで。まだちょっと残ってるよな。順応ぐらいか。なあ、思考の理由はマジ欲しい。行きましょう。はい、勝てました。オッケーですね。さあ、ラストターン。からの、さすがに何も残ってない。うん、いいですね。ちょうどルミナが得点くれたんで。打たれ強さ、ここでか。で、まあ、最終的には、もうこことここしか振るもんないので、ほぼ。それを振って終わりですかね。行きましょう。はい、勝てました。ということで、なんとか終われましたが、まあ、ちょっと金徳家系がね、善逸もそうだし、桃屋のところもあるので、やっぱなかなかまだ現実的な感じのデッキは難しいのかなっていうのが正直なとこですね。まあ、点数はそれなりには出せたんじゃないかな。まあ、トラツバのおかげもありますけど、36,000点以上出ました。ということで、振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15段ですね。で、全員完走しなかったんで、一応先発適正にしてます。さあ、どんなもん。緑も乗んないんかーい。っていう感じなので、まあ、盆栽だったっていうのもあるんですけど、やっぱりまあ、ちょっとまだ、一歩二歩足らんかなっていう感じはしてますね。まあ、もうちょっと、こう、立ち回りを、こう、洗練させることもできると思いますし、まあ、進むを投資できるとかね。とかをすれば、まあ、眉毛なんとか乾燥しそうな感じもありますが、まあ、ちょっと現実的じゃないかな。まあ、桃屋がね、一回デートさしといて、7月にまとめてデートでなんとかなるかなっていう感じもあるので、まあ、そういう立ち回りとしては、まあ、ありなのかなっていう感じです。なので、まあ、緑ぐらいかって考えると、まあ、前数でやっても、3、4ぐらいかな、今の出来だと。っていう感じですね。まあ、モーテス高校のキャラ減って、そこの経験点が減るのが一番でかい感じかな。このデッキだと。なので、まあ、キジタを入れたデッキとかの方が、ちょっと回りそうな感じはするので、まあ、そういう形の方がいいのかもしんないですね。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。